どうも皆さんこんにちは。マイクラ実況始めてようやく1ヶ月けなせです。 SADA あだ名です。ということで今回なんですけど、見てもらったら分かる通り僕たち今なんと天空にいます。うわー、上空8万メートルダイビング。おー、ということで今回僕たちがなぜねここにいるかと言いますと、今回はアスレチック対決やっていこうと思います。イエーイ。今回はね、僕たちがオリジナルのねアスレチックを作ってお互いにねプレイしてクリアしていくみたいなのをやっていこうと思います。制限時間は30分から1時間でアスレチックを作ってくださいということで、僕こっち黄色の方に作るんで、浅田レンジはあっちの紫の方に作ってください。かっこいいのを作る、それとも難しいのを作る。見た目もそうやし、うん、難易度もね高めでお願いします。わかった。バイチャー。じゃあ行ってきます。はい、ということで皆さんどうも、改めましてけなせです。あの黄色いやつです。どうも。今回僕がこの企画アスレチック対決を用意してきたんですけど、まあね、あの普通にやるわけありません。今回はね、まあこうやってアスレチック対決やるって言ってるんですけど、絶対にクリアできないアスレチックを今回ね作っていきたいと思います。あいつね意外とキャラコンうまいんですよ、あの紫のやつなんだけども、最終的にはね、まあクリアできそうでクリアできないみたいな感じのねリアクションを今回見ていきたいんで、絶対にクリアできなアスレチック作っていきます。それじゃあやっていきますか。まずスタート地点作らなあかんね。スタート地点はここでいいでしょう。最近あの僕コマンドとか覚えちゃってるから、コマンドでパパッとね作りながらやっていきたいと思います。はい、ほら見て見て見て、すごくない？こんな感じでコマンドをね使いこなしてます。あいつにはできんよ。あいつはコマンドできないから多分一つ一つ手で置いてるよ。ほら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 、あ、ダッサダッサ、何あれ、かわいいアスレやね。ってことで浅田支店なんですけど、ちょっとね鉄ブロックでアスレ作ろうと思ってたんやけど、かっこよさも大事って言われたんで、ダイヤモンドブロックでいきたいと思います。ダイヤモンドブロックが一番かっこいいからね。まずここがスタート、はい、ここスタート地点ね。まずいきなり1、2、3、4、4マスジャンプ。このね4マスジャンプがマイクラやる中じゃめっちゃ難しいんよね。でまた1、2、3、4、1、2、3、4、こんな感じ。これめっちゃむずいんよ。ちょっとやってみようか。せーの、ほほ、あーちょっとむずいね、ちょっとむずいね。ほほ、あーいけたいけた。結構ねこれタイミングむずいよね。だからこれが第一してるんでしょ。外見も大事やから、ちゃんとこういうところからもね掘っていきたいと思います。こう開けて、いいねいいねいいね。ほいとほいと、コマンドがあれば簡単なんですよ。ほいとほいと。第2ブロックはその名もそり立つ壁。まあね、できれば俺サスケみたいなねかっこいいやつにしたいから、まずはしごをここに置いてポンポンでしょ。ここにピッて乗って、そっから次はこっちに1、2、3、4、ここら辺、この辺いけるかな、この辺飛べるかな。ポンポンして、あ、いけた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 。でこっからまたあっちにポンポン、ほっとんでしょ。あ、めっちゃいいめっちゃいい、めっちゃか、なんかめっちゃよくない、アスレチックっぽい。で最後に鉄格子、鉄格子にしよう。鉄格子をこの辺からこうこうこういって、よし、ここまでちょっといけるかやってみよう。まずピョンって飛んで、ピョンって飛ん、あ、まずピョンって飛ん、あ、できんこれ無理でー。僕のアスレチックはね、そんなねそこらの人が作るアスレチックとは違ってね、最新なんで動きます。僕のアスレチックは動かさせていただきます。ここにある仕掛けを置きます。コンパレーターを、であとはここレバーを置いて、粉末を置いてレバーをオンにしてあげたらできたはず。ほら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 、これよく見る難しいアスレチックやない？はいはい、ほらほら、いいね。まあ、この回路を使ったらね、いろいろまあできるわけなんですよ。なんでちょっと今からこれを工夫していっぱい作っていこうと思います。はい、ということで皆さん一つで締めてきました。ちょっと最初にしては凝っちゃったな。ここ普通にこうジャンプジャンプで、最後こう4マスジャンプっていうね割と難しいの入れてます。はい、不規則に出てくるブロックを飛んで最後4マスジャンプというのが僕の第一ステージです。もういきなり難しいなこれ。どんどん作っていきます。ちょっとうるせえなこれ。こっからちょっと枠組みを作らなあかんから、ここをピピってやって、ここに挟まって、こっからこれピッてやって、でこれの下も必要やから、はい、あーめっちゃいい感じめっちゃいい感じめっちゃいい感じ、はいはいはい、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、あ、いいね、上手にできたわ、はい、できたできたできた、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。まず4マスジャンプをピョンと、いやー、ちょちょちょ、まず4マスジャンプをピョンと、まず4マスジャンプを
ピョンってピョンと。あ、難しい。ピョンと行って。よし、ここ3マスにします。無理でーす。はい、ということで第2ステージできました。第2ステージは、まあ一般的なアスレチックからの、からジャンプしてスライムのブヨーンでこの一本の柵に乗るっていうちょっと難易度高めなものを用意しております。で、あと柵に登ったらね、こんな感じでよくある扉のやつをやってもらってクリアとなっております。で、第3ステージ今ちょっと作ってます。よし、いい感じに道が完成しました。で、ここでここからピョーンってジャンプしてビャーンってこういくじゃん。で、こっからここにドバーっと硫酸入れます。もうこれ人間の体大溶けするけども入れます。こっからさ、こういう輪っかを全部キューヒューヒューって超えていく系のさ、やつわかる？それをちょっとやっていきたい。で、この輪っかをこうピューピューって言って、で、これ小さめにしてサイズだいぶ小さくして、え、めっちゃ良くない？これなんかアスレチック感がめっちゃ出てる。こっからスタートで降りるぞーってなって、ホップってなって、こうピュッ、うわー、待って、これむずっ、これむずいな、シンプルに無理でーす。はい、ということで皆さん、最終ステージもやっと作り終えました。1時間ぐらいかかったわ。1,2,3,4,5,6,7,8個のボタンの中から本物のボタンを押すことで、こんな感じで一定時間だけね、ブロックが出てくるという、なんとも鬼畜なね、アスレチックとなってます。これが計4個続いた後には、ここのね、トロッコにここから思いっきりジャンプして頑張って乗るっていうアスレチックですね。で、最後ね、こうクリアナイスってやった後、4マスジャンプで終わりだって思ってだと思いきや、まさかの最後はね、ここに透明ブロックがあって、絶対ね、何があってもクリアできないというのをね、やっていこうと思います。それでは早速、絶対にクリアできないアスレチックドッキリ、レッツゴー。はい、ということで完成しました。どうマジで時間かかった、疲れた。早速やっていきましょうか。お互いね、制限時間10分で今回勝負。了解やろう。どっちから行く？じゃあ俺から行こうかな。オッケー、下手くそだし。オッケー、俺のやつ結構難しいよ。もうシンプルになんかむずそうやもん、今見た感じでしょ。いきまーす。はい、それではケナスイの挑戦10分ね、今から、うん、よーい、スタート。ペン、まあ、いきます。やっぱり時間がないからね、10分やから。焦らないこと大事、焦らないことね。そうね、はいはいはい、いいよ。キャラコンマジ下手くそやからな、俺。よし、いいよ、いいよ。こうね。おー、意外とね、意外といけるやん。これどっかセーブポイントないの、これ？ないです、そんなとこ。ありません。1からやり直すとなるの、これ。はい、おー、いいね。あは？はい、戻ってください。はい、戻ってください。鬼畜なんだけど。え、あそこ普通にできると思ってたんやけどな。あ、はい、お願いします。下手くそやな、はい、ケナスユ。あー、もういい、その辺いいです。こっからスタートしてください。もう優しい、ここでいいです。優しい、はい、施し受けてるんやけど、俺下手くそやからって。そこちゃんとジャンプしてね、ビョンって。はっ、うん、できんってこれ。ねえ、下手くそすぎる。うん、なんでできないの。一回俺の見てて。はいはい、普通にこう来てぴょんぴょーんって行こうよ。なんでできるの。下手すぎる。下手すぎるって。あ、ごめん。はい、よし。おい、せこい。おいおい、戻ってこい。ねえ、これ本当に無理やって。俺のスライムブロック壊れてるって。えい、いや違うよ、ジャンプしなくていいんだよ。もうそのまま W キー押してるだけで飛べるんだよ。おい、いや最初から言えよ。やり方分かった？俺がなんか下手くそみたいになってたけど、下手くそです。仕組み理解してなかっただけで森。下手くそです。いい、あぶねー。おーいね、そこちなみに落ちたら硫酸がハマってます。溶けますから。おい、これむずいって。4マスジャンプが続くの。いける。あおー、続きまーす、はい、これ4マスジャンプが一番マイクラの中で苦っ。よし。上がれんことだった、とうとう。おい、下手くそじゃん。一回ぐらい四マスジャンプ成功させ。頑張れ。簡単だよ、四マスジャンプ。なんで上がれないの？上がれるところと流れで上がれないところ。ああ、そういうこと。ほっ。下手くそだな。ああ、やばい。もう5分経ってる。あれれ？おかしいぞ。なんか一マス増えてる。おかしいぞ。よし。あ、いいよ。ちょっとこの辺は簡単やね。よし、いいよ。よし、よし。よし、いいね。あー、おっ、おー、いいね。いけたのにー。はい、行ったからセーブポイントここにします。おい、無理これ。第3の関門。これか、いっちゃむずいやつやん、これ。クネピョン。クネピョン戦にはいけんやつやろ。クネピョン。
え、むずい。この辺助走つけといてあげようか。え、これマジで。うん、よし、まだ今だ。あ、それは、待って、よしお前クデピョン。待って、もういいよ、もうそこ、オッケーでいいよ、もうこっからにしようぜ。お、なんか増えてる。ラッキー。ほどかし、ほどかしね。最後、そこはちゃんとやって、そこだけね。一回は成功させるよ、さすがに。やないとリスナーがね。怒る。悲しまー階段作ってここ。頑張るから。俺頑張るから。俺アスレチックじゃないっていうね、もう。めちゃくちゃアシストされてる。ボディー、ボディー、ナイス。よし、ゴール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 。ゴールじゃない、最後、最後見て、最後見て。この輪っかを、キューって全部超えたら下にゴールがあります。なるほど、なるほど、なるほど。どんどんちっちゃくなっていくね、輪っかが。そう。いきます。はい。これは得意な気がする。通って、通って、通って、ゴール、見えた。え、あー、惜しい。え、なんでここで死ぬの。え、輪っかに引っかかったんじゃない。マジかよ、かすったか体。待って、時間的にあと1回だけだ。これラスト、ラスト、ラスト、ラスト。これラストチャンス。ラスト。あーどー、ここだろ。えー、あー、惜しい。カン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 。あー、目の前やったのにゴール。クリア失敗です。惜しかったねということで、じゃあ僕はクリアできなかったんですけど、じゃあ僕の忘れいく、うん、ちなみにクリアできなかったんで、キャナスイ選手には、僕に、罰金8億万兆円、1兆計億兆億兆円もらいます。ちなみに僕のあのこのマスレチッククリアできなかったら、8億兆1兆計億ファイヤーバーストマネーもらいます。あ、いいよ。え、まずこれどうやってやんの、やり方わかんないんだけどそうやった、電源を入れてなかった。ちょっと電源入れるから待ってね。おお、すげえ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 。見てください、かこれいけるか、これこれクリアできるかな。もういきなりむずいよ。絶対左の方がいいやん、こっちの方が遅いもん。ほっ、あ、下手くそだ。むずい。はい、頑張って頑張って。はいはい。うわ、むずい。じゃむずないこれ。はい、ということで見てください。しここに僕こっそり落とし穴作ったんで、ちょっとこいつをいじめていこうと思います。せーの、ほっほっほっ。うわ、惜しい。マジありそうやった今。あ、やばい、ちょ、肉欲しい、肉。あ、肉、はい。マジ、あ、肉欲しい、欲しい。肉ここいっぱい置いとくから。ありがとう。マジ肉ないとあかんわ。よーし。おい、もうめんどくさあこのためだけに作っためんどいって、お前真面目にやらして。あげた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 。ほっ、やばい、なんか簡単にクリアされそうなんだけど。ほっ、あ、いけたいけたいけた。マジか。で、ここに行って、ここでこう、そうそう、そこギリギリで、お、こうで、ドア開けて、おお、おお、すげえ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 、おお、すげえ、はい、ということで最終ラウンド、これ最終ラウンドはボタンの間です。この中に1個正解のボタンがあり、正解のボタンを見つけたら、そこが来た。あ、そういうこと、そういうことやばいやばいやばい、これはむずいか、もしかして。ちょっと難しいな。やばいですよ、今5分経過。やばい、こいつジャンプしてからあのボタンを下から押して探してるんだけど。よし、見つけた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 。あそこだあそこだあそこだ。俺いけるわこれ。右上、左上、おー、いけたいけた。おー、左上、すごいすごいすごい。左上だ、見えました見えました。そうでしょ、左上。あ、いけた、うまい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 。どこだ、どこ、くそ、最後むずい。あ、やばい、そこ届いちゃうか。ここか、左か、左か。バレちゃったさあ、7分経過。クリアできないんじゃない。やばい、あと3分あと3分です。おっ、あー、いけた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 。あとはもう4マスジャンプです、最後の。できるか、これ。もう残り時間ないですよ。あ、いけた、えー、あーはっ、いけただろ今。待って、もう時間ある。カン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 。うわー、最悪、いけたかと思ったのに。集まってください。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。今回は実はですけど、浅田さん、はい、何、アスレチック対決、うん、絶対にクリアできないアスレドッキリでした。え、どういうこと、どういうこと。あの最後あそこ、うん、ジャンプしても届けません。なんで、バリアブロックを貼っておいたんで絶対クリアできないドッキリでした惜しかったですけど。でキャラソン選手、キャラソン選手ちょっと待った。キャラソン選手ちょっと言いたいことがあります。え、今回僕のマップ、うん、え、絶対にクリアできないアスレチック。お前やば。この厳しめに設定してあるちっちゃい輪っかのところに、はい、バリアブロック、バリアブロックを召喚して、これをここにこうパン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 
バンと置きます。でこの下にこんな感じで偽ゴール作りました。こっからポンって飛んで、おーポン、あーめっちゃいい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 。これぐちゃって死んで、でゲラセイはえなんか引っかかったみたいな言うけど、うわーそれ縁に当たったんだ危ねーみたいな感じに言うと、完璧完璧、よし完成しました。作戦名、絶対にクリアできないケラスイ専用ぶっ倒し迷路だ、だ迷路じゃなかった、間違えた、テイク2いきます。ケラスイが絶対クリアできない 100% やられる絶対お風呂だ、 お風呂じゃないお風呂じゃない、絶対にパンツが脱げる、あーパンツは脱げない、絶対クリアできないアスレチックがヤバすぎる。よし、ということで、ケナスイの準備が終わるのを待ちます。最後の落ちていく輪っかの部分、ラスト、バリアブロックつけてました。お前もっかいお前もっかいおい、なんでこんな、おかしいと思ったもん。なんでこんなに被るんだよ。アスレチック対決でこのドッキリを用意してきたのに、お前、通常のアスレチックやる気ないな。勝手に企画変えてるやん。ということで皆さん、今日の動画面白いなって思った方、そしてアスレチックまだまだやってという方、ぜひチャンネル登録そして高評価、アスレチックムカつくって人は通知音忘れずにお願いします。あとあのなんか T 字みたいなあの斜めジャンプできる人いたらコメント書いてね。それではおつゆバイビー。じゃあせーので2人でドッキリ大成功っていうか、おお大成功やったん、どっちも引っかかってるけど、わかりました。いくよ、せーせーの、はい、ドッキリ大成功。ドッキリ大成功。本当にこれドッキリ大成功、失敗かもしれん。